三井三池葬儀。三井三池葬儀は三井三池炭鉱で発生した労働葬儀。大規模なものは1953年、昭和28年と1959年、昭和34年から1960年、昭和35年に発生したものの2回があるが一般的に後者のみを三池葬儀、または三池闘争と呼ぶことが多い。三井三池炭鉱は 福岡県大牟田市から熊本県荒尾市にかけて広がっていた三井鉱山系の炭鉱で第二次世界大戦終戦による GHQ の民主化政策により1946年昭和21年に労働組合が結成されもともと三池炭鉱労組は労使協調派の力が強く労働葬儀などには消極的な組合であったしかし 1947年、昭和22年頃から、大牟田市出身で、三池炭鉱ともうゆかりの深い九州大学教授の、高坂一郎が頻繁にこの地を訪れるようになり、高坂教室と呼ばれる労働者向けの学校を開いて、市論などを講義するようになってから、労組の性格は一変する。高坂は、三池炭鉱を来たるべき、社会主義革命の拠点と考えており、 資本論の教育を通じて戦闘的な活動家の育成を図っていたから出る。1953年、昭和28年、行過ぎた、労働争議拡大に危機感を抱き、逆に締め付けを図っていた GHQ による占領も集結していたが、次第にエネルギー源は石炭から石油へと変化し、石炭需要が落ち込みを見せ始めていたことから、三井鉱山は、 経営合理化のために希望退職を募った。しかし、希望退職者が会社があらかじめ系列の鉱山に割り当てた数に達しなかったため、3464人に退職を勧告し、それに従わない2700人を指名解雇した。このような会社の措置に、炭鉱労働者と事務職員が共に反発し共闘。指名解雇に反対し、ストライキに突入した。 ストライキは113日間に及び、ついに会社側は指名解雇を撤回、労働者側は勝利を宣言した。この戦いは、当時、英雄なき113日間の戦いともてはやされ、ミ池ケロー,ーは一躍その名を高めた。しかし、実際にはストライキ中の貧窮に耐えかね、約6割の非通告者がスト中からスト後にかけて退職していた。 また、一部事業所や不採算行動の急廃止なども、おおむね、三井鉱山側の意図通りに実施された。全国三井炭鉱労働組合連合会、三高連は、三高連起藤白書、英雄なき113日の戦い、全国三井炭鉱労働組合編にて、このことを指摘しているが、勝利によった三池労組は、この総括として組織力と統制の強化で対処する、こととしつつも、 これは、かえって柔軟な対応力を失わせていくことになった。以後、ミ池ケローソでは、労使協調派は力を失い、灰原茂雄を中心とする、高坂門下の活動家たちが影響力を振るうこととなった。1955年、昭和30年には、ミ池ケローソは、三井鉱山に対して、労働者が退職した際には必ずその指示を採用。 炎庫採用することを認めさせた。また、労働者自身で、各労働者の収入を平均化させるために、割の良い仕事と割の悪い仕事を労働者が、交互に、輪番制で受け負う制度を作るなどして、三池炭鉱はさながら労働者の自治区のような様相を、呈することとなった。一方で、1953年のストライキの、成功によって一部の炭鉱労働者が増長し、 事務職員に因縁をつけて吊るし上げたりするようになったため、事務職員は次第に炭鉱労働者との連帯意識を失っていっ1953年のストライキ以降、経営合理化が進まない、三井鉱山の経営はますます悪化していった。このため、三井鉱山は三池炭鉱からの活動家の一層を決意し、1959年、昭和34年1月19日、 6000人の希望退職を含む会社再建案を提示した。同年8月29日には4580人の人員削減案を発表。続いて12月2日3日には1492人に退職を勧告し、これに応じない1278人に対し12月11日に指名解雇を通告した。ロウソ側はこの措置に反発し、 無期限ストに突入した。一方、会社側も経営再建の決意は固く、三池鉱山のロックアウトと、組合委員の校内立ち入り禁止で、これに対抗した。財界が三井鉱山を全面的に支援した一方、日本労働組合総評議会、総評は、三池労組を全面的に支援したため、三井三池労組は、総資本体総労働の対決などと呼ばれた。 だが、実際には、ミーケーソは孤立していた。総評の下部組織であり、全国の単行労組が加盟する、日本単行労働組合、単労は、表向き総評と足並みを揃えて、ミーケーソ支持を表明したが、三井系以外の単行労組の支援室とは皆無に、等しく、生活費支援のためのカンパすら出しぶるありさまだった。また、事務員が形成する三井鉱山社員老祖連合会、 三社連は当初より会社との打結を優先して柔軟に立ち回り炭鉱労組の闘争には加わらなかった。これは三社連組合委員は会社と現場作業員の連絡役であったが会社が炭鉱労組の意思を組まないとなると炭鉱労組員が三社連組合委員を吊るし上げたためである。また事務採用されたものは後管理職として会社側の人間になることがあるため 普段自分たちを攻撃してくる炭鉱労組院をかばってまで足並み揃えて闘争に加わる意思はなかった。これは、ここに至るまで日本三大財閥系の石炭工業会社のうち、三井鉱山のみが三池の五十三年ストの結果、思うように合理化が進まず、組合が度を超えて力を持ち攻撃的になったことが、遠因だ。住友石炭工業、現、住石テリアルズや、 三菱石炭鉱業などでは、開雇人員を別のグループ企業に圧旋するなどして、比較的平和裏に合理化を進めたのだが、三井の場合、三池労組の過激化が著しいため、三井グループの別の企業から人員引き受けを拒否されていたのである。このようなありさまであったから、同業他社労組はもとより、三井鉱山の他の炭鉱労組にも三池労組と足並みを揃えようとする意思はなかった。 ストライキは長期化し、総評からの寒波以外の収入を絶たれた組合員の生活は次第に苦しくなっていった。生活苦に耐えかねた一部の組合員は1960年、昭和35年3月17日、第2組合、三池新郎を結成して、ストライキを離脱する。これを受けて、翌3月18日に三社連は単独を脱退し、正式にストから離脱した。 3月25日にはピケを張っていたミ池労組の組合員、久保清が暴力団員に視察される。ミ池労組の組合員の約半分がミ池ケ新郎に加わって、ストから離脱した。すると、第一労組の構成員は、第二労組構成員に対しても攻撃的になり、婦人会までもが第二労組構成員宅に嫌がらせをこう、時に暴力事件に発展した。 命に関わるということで、妻子を疎開させた第二老祖構成員も少なく、なかった。会社と三池新郎は創業再開を決意し、三河公への入山を決めた。3月28日、入山に向かう新郎組合員に対し、これを阻止するため、第一老祖の構成員が実力行使にまで至り、双方に負傷者が出た。このため、これ以降、 新郎組合員や会社関係者の入山にあたっては警察が1 0 0人単位で護衛するようになった。また第一労組が陸上を封鎖していたため会社は会場から人員や機材の搬入を試みたが第一労組は漁船などを手配してこれの妨害を開始した。これに対し新郎もチャーター船を繰り出して会社船の護衛を開始した。会場での戦いは放水。 ガレキ類の投げ合い、体当たりとエスカレートしていった。これら一連の攻防は、有明海戦と呼ばれた。4月6日、中浪儀から出された圧戦案、藤林圧戦案に対し、参考連内部でその取り扱いが分かれた。4月9日に始まった、丹独臨時大会では、強行に闘争干水を訴える右池老祖に対し、田野護老祖、ビバイ、足別、田川、砂川、 三夜は早期打決を求めたため対立した。意思決定は4月15日にまで遅れ、しかもその結果は圧戦案拒否で議決されたものの、ミ池ケを除く小山老祖の独自の早期打決権は認めるという中途半端なものだった。その後もミ池ケ老祖は小山老祖との対立を深め、4月18日、ミ池ケ老祖は三高連を脱退した。これにより、 ミ池ケ振動が参考連に正式加入した。こうして、孤立を深めるミ池ケ組だったが、一方で、左翼過激派、日本共産党や日本社会党の下部団体、学生運動団体、などからの支援人員、オルグの到着、表向き闘争支持を訴える総評などを見て、自分たちが孤立を深めているどころか、 全国から国民的に支持が集まっていると誤解して自信を深めることになり、ますます過激化していった。7月7日、石炭を出荷まで貯めておく、初炭生であるホッパーへの組合員立ち入り禁止の仮処分を福岡地裁が下すと、福岡県警はホッパーを選挙している、ミ池ケロウソ組合員を排除するため警官隊を差し掛けた。まもなく、 ミ池ケ老足組合員と警察との間で衝突が起こった。双方に負傷者が出、ミ池ケ老足組合員からは逮捕者も出た。すると、婦人会やオルグなどから別動隊が組織され、逮捕者が連行された警察署を包囲した。ついには警察署でも衝突が発生した。もはや、ミ池ケ葬儀は労働葬儀から内乱の様相を呈し始めていた。 これ以上の事態の悪化を危惧した担老と三井鉱山は中央労働委員会に事態の解決を一任した。七月十五日、岸内閣が総辞職した。新日米安保条約締結に伴い、それまでの国内の騒乱に対して線引きするためだった。鉱坂をはじめとする社会党極左派の啓蒙によって政治職を強めていた三池労組は、三池葬儀中も安保粉砕など、 日米安保体制に反対する態度もとっていた。このこともあって、騎手の大臣は、三池労組に有利となり、新労組や会社にとって不利になるのではとの憶測が飛び交った。新労組はすでに圧線案自額を決めていた、栗木社長を激しく非難した。しかし、7月19日に池田内閣が発足したが、韓国との関係改善という外交方針もあり、池田は、 左翼活動家の温床となっていた三池労僧を排除することを決めていた。8月10日、中央労働委員会は圧戦案を発表したが、その内容は会社は指名解雇を取り消す代わりに整理期間の終了を待って指名解雇された労働者は自然に退職したものとみなすという組合側に当的に不利なものであった。しかし、 もはや戦う限界に達していた丹老も総評も圧戦案受諾を決め、高坂も圧戦案を受諾するようミ池労組幹部を説得し、11月11日にミ池労組は無期限ストライキを解除して、三井三池葬儀は組合側の敗北に終わった。高坂はその後も三井三池葬儀を申請化したが、民間企業では労使協調路線が浸透して、 労使対決型の組合委員は各地の労組で少数派となっていった。三池労組を支援、指導した日本社会党や社会主義協会内でも高橋正夫など従来の対決型の政治に対する反省が生まれ、構造改革論が台頭するきっかけとなった。三池大公三川公では1963年11月9日に、 単人爆発が発生した三井三池三河炭鉱単人爆発。この爆発事故は458人の死者と一、酸化炭素中毒患者839人を脱線後、最悪のものとなった。単人爆発とは、石炭の採掘の際に発生する石炭の塵が、校内に充満している時に、何らかの原因。この場合は、トロッコの脱線で火花などが発生して爆発する。 ことである。防止策としては、校内の掃除や散水で十分であったが、それすら行われていなかった。そのため、三池闘争に敗北した組合の弱体化による、労働環境悪化や、会社の安全管理サボタージュが原因として適された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。